俺結構ね、iPhone 信者だったから、俺 iPhone 3G から使ってるんだね。iPhone 3G って結構初期でしょ。だから放送始めた時ぐらいから iPhone を使ってんだ。で、iPhone 3G、iPhone 4S、iPhone 5、iPhone 6。今一番新しいやつ買ったんだよ。iPhone 6S みたいな。で、4、5日前に、買ったわけよ。で、その時のね、もう対応からして、俺はイライラしてたの。俺さ、なんか皆さんご存知の通り、機械に疎いじゃないですか。もう相当機械に疎いのね。で、iPhone って何ができるかとかわかんないの。ギリギリ使いこなせる機能が iCloud。ぐらいなんだよ。で、わーって言った時に、俺液晶が割れちゃってたから、すいません、ちょっと液晶修理しようと思ったんだけど、もうこんなに割れちゃってるんだったら、もうかなり長く使ってるし、変えちゃった方がいいよって言われたの。まあ変えますかと思って。じゃあなんかいろいろどんなプランがあるんですかっていうの聞いてたわけよ。そしたらなんかさ、じゃあ、今ね、こういうのが出てるから、こういうのに変えましょうよって話になって、わかりましたってなった時に、何ギガがいいですかって言われたの。パンフレットも何も持ってない状態で、何ギガがいいですかって言われたの。なんか俺の、使ってる状況だと何ギガぐらいがいいんですかって質問で返したのね。そしたら、まあ、16ギガぐらいでいいんじゃないですかって言われたの。だから、俺多分でも16ギガも使ってないのね。あ、音楽聴かないし、写真も撮らないし、動画も撮らないの。俺音楽も本当に聴かないしね。動画も撮らないし、写真も撮らないの。アプリもしないのね。っていう人だったらさ、いらないじゃん。4ギガとかでいいじゃん、俺。LINE ができればいいから。何も入らないの？で、俺言ったの。いや、俺もっと4ギガとかでいいんですかって言ったら、なんかそのね、店員が、いやいや、16ギガ以下ないんですけど、みたいな、いやーってすんじゃん、そういうの、そういう対応。てめえが知ってることがよ、全国の、なんていうの、常識だと思ってんじゃねえぞ、みたいな。で、逐一そういうなんかさ、わかるでしょ、そういう、俺なんで、もう、暴言吐くけど、なんでてめえさ、携帯ショップごときで働いてるやつがさ、てめえ俺になんかガチャガチャ言ってきてんのみたいな。お前最終学歴なんだよって俺は、ほんと思っちゃったの。悪の加藤人事がてめえお前最終学歴てめえどこだよこの野郎と思って。お前なんでてめえ名前が口聞いてんだよと思っちゃうわけ俺は。普段ね、そんなこと思わないのに、向こうからやっぱ喧嘩売ってくるわけじゃん。いやいや、16ギガ以下ないんですけど、みたいな。そんなこと言ったらさ、お前さ、知らない自分の得意な情報だけでさ、自分の得意なテリトリーだけで勝負しやがって、お前んなこと言ったらさ、医療の知識でてめえ俺と語り合えやと思っちゃうわけよ。みんな仲良くすればいいじゃん。みんな仲良く。いや、お客様と。ちょ、最近の、いや、お客様いつから iPhone 使ってるんですか？あ、いや、俺、そしたら 3G から使ってます。あ、3G の時は4ギガでしたよね。でも今の iPhone って、もうだいぶ進化してきて、ね、機能もすごく多くなっていって、16ギガ以下がないんですよって、ごめんなさいって言えばいいのにさ、いやいやいや、16ギガ以下はないんですけど、はぁ、みたいな。すげえブスなのね、しかも。それでイライラしてて。ただまあ、ね、あんまり当たるのは、良くないかなと思って。知らない無知がね、無知の俺がいけないかなと思って。あ、そうなんですね、みたいな話をしてたんだけど、普通さ、あ、こいつ何も知らねえなって思われるとさ、やたらプランをつけよう、プランをつけようってしくんじゃん。お客様なんか、最近スポーツとかご覧になられますみたいな。俺、それもうめんどくさいのね。最近さ、なんか、スポーツが見れるんだって。月額700円だか、なんかで。知ってる？なんか、わかんないんだよ。スポナビみたいなのが、あるんだよ。なんか、Hulu の、別バージョンみたいなのも、いらないよ、いらないよって言ってんのにさ、なんかそういうのをさ、無理やり押し付けてきたりさ、もう本当に、ストレスだったね。その後すぐちょっと予定があったのにも、やっ
皿ガチャ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 してて、一回家帰ってから取り行って、しかも、俺その間にね、一緒に画面にシールを買ったのね。保護シールみたいな。で、俺がいない間に、一回家帰って、また再度取りに来る間に、シール貼っといてねって言ったの。保護フィルム貼っといてねって言われて、あ、わかりました。もうそんなのもちろんやりますよとか言ってたのにもかかわらず、今気づいたんだけど、保護シール貼ってないの。そんで、これ何センチの段差？ 10 センチぐらいの俺のパソコンから、今日なんかパソコン触ってたわけよ。俺のパソコンから、マウスを置いてるところがあるんだけど、そこまでの10センチの段差をカタンと落としただけで、画面がぐちゃぐちゃになるっていう。あの女さ、ふざけてるだろう。普通貼ってくれるよね。いやでも10センチの隙間だよ。10センチの隙間。もうクレーム入れていいよな、マジで。え、でもね、俺、保険に入ってないの。いや別に保険とかいらないっすよって。俺、壊さないし、みたいな感じでさ。俺、保険入らないんだよ、いつも、携帯電話の。保険、はい、いらないっす、いらないっす、みたいなこと言ったからさ、言った手前、なかなか言えなくてさ。月500円ぐらいの保険。マジでやってらんないわ。俺、しかも、ガラケー世代だから、なんていうの？使わないわけよ。普段。ガラケーってさ、ものすごい耐久力じゃん。バッカバカに落としてもさ、全然壊れなかったじゃん。この10センチの段差でさ、まさか割れるとは思えませんでしたね。てか俺ガラケーに戻そうかな。なんか意味ねえわ、なんか、スマホとかさ。全然意味ねえよ。iPhone が脆いのかな？ Android って壊れないの？もうクレーム入れてみようかな。じゃあでも、やっぱさ、後ろめたい気持ちがあるわけよ。後ろめたい気持ちが、なんかこいつ多分すげえ顔も無事だったからね。恋愛もうまくいってねえんだろうな、とかさ。仕事もなんかあんまできなそうなやつ。じゃあでもね、そのショップ内では、やたら、威張ってたから。まあなかなかね、立場は上なんだろうけどさ。なこいつうまくいってねえんだろうなとか思うとさ、あんま俺がクレーム入れたところで、お互いルーズルーズだなと思って。今あれなんだよね。後ろ髪引かれるというか。あれだろ、アンケート取ってくださいって言われなかったか。いや、そんなこと言われてない。でもあの顔二度と忘れねえわ。いや、16ギガ以下ないんですけど、みたいな。いや、私すげえ仕事できるんですけど、みたいな。いやいや、仕事できるんだったらお前そこに座ってねえからなと思っちゃうわけよ。なんかお前あだ名、なんか仕事できるような接客態度してるけど、お前そこ座ってねえからな、お前仕事できたらって思っちゃうんだよ、俺は。そんな風に思わせた、その女がいけないでしょ。きついこと。でもじゃあ、それで思わせなきゃいいじゃん。俺に気持ちよく帰らせればいいじゃん。気持ちよくさ。帰らせてくれよ。で、4日間で壊れるし。なんか楽々 iPhone にしようかな。俺じゃね、そういう設定、そういう振ってめちゃめちゃ低いんだよ。普段全然怒んないんだけど、なんていうの？もう、あたかも、自分の常識が世界の常識であるか、みたいなように振る舞う店員っているじゃん。いや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 、みたいな。でもさ、生地こっちが下から行くから。こっちがさ、上から行ってたらさ、多分気にならないと思うんだけど、比較的俺さ、下からこうやって行くわけよ。どっちかと、ありがとうございます、みたいな感じで。だからそれに乗じてなんか上から乗っかってくるやつ、本当にムカついて。腹立ったわ、あのクソや。ショップの店員なんて勘違いしてる情弱だよ。いや、勘違いしないでしょ。なんかさ、先生と呼ばれる人間がさ、勘違いしちゃうのってわかるんだよ。学校の先生とかさ、医者とか。だったらわかるの。なんでやってるね。いや、先生よろしくお願いします、みたいな感じで、向こうがこうやって、ね、こびへつらってくるから、いや、俺って偉いのかなって、実際偉いと思うし、俺も。だったらわかるんだけどさ、すげえ難しいことばっかり言ってくんの。お客様も固定電話お持ちですかみたいな。俺わかんないよね、固定電話持ってるか。
いや、固定電話って、03から始まる番号でいいですかみたいなこと言ったら、いやーはーみたいな。いや、でもわかんないじゃん、俺さ。光回線と固定電話の違いとかわかんないの。固定電話って03。いや、でもさ、知らない、知らないんだよ俺。わかんないの。で、俺さ、ソフトバンク、ね、俺ってさ、ソフトバンクの回線使ってるよね。ソフトバンクの回線。違ったっけ？俺ソフトバンクの光回線使ってる？知らん？わかんないよね。え、だから、お姉さんがプランの紹介するときに、お客様はソフトバンクの光回線使ってますかって言ったときに、俺なんかヤフーのやつ使ってますねみたいな。いやいや、ヤフーはソフトバンクなんで。とか、なんかちょくちょくそういう口調で来んの。知らねえ、てめえの会社の情報なんてバカだよと思って。てめえの会社が、あれ、なんだろう、世に名前を、浸透してねえからいけねえ、知らん、ヤフーもソフトバンクも知らねえバカと思って。いやいや、ヤフーはソフトバンクなんだよとか言われて、知らねえバカ、お前、グーグルの方がすげえだろうがな。俺、だん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 そいつとバトルを繰り広げてきてるわけよ。もうだから、もう俺次から楽々 iPhone にするから。結局負けた。え、これ勝ち負けとかじゃないでしょ。お互い、え、だってさ、お前年寄りにも同じ態度取んのかって感じ。俺知らねえんだもん、iPhone とか。興味ねえの。電子機器に、パソコンとかに。お前年寄り来た時もそういう対応取んのかよっていう風になっちゃうわけや。楽々 iPhone にするわ。楽々 iPhone。あるでしょ。ジョブス。ジョブスだったら、うち一家代々 PC 詳しくねえんだよ。親父も詳しくないし、お母さんも詳しくないし、お姉ちゃんも詳しくないのね。みんな騙されるの、なんか。携帯ショップの店員に。絶対、もうみんながみんな、あのさ、情弱にあれ進めるのやめてくんない？あのさ、ソフトバンクの契約するときにさ、写真がさ、送れるよってやつ。あれ、なんて言うっけ、あのさ、写真をさ、ペランペランって、フォト、もう、一家全員で、マイデジタルフォトフレーム持ってるのね、ソフトバンクの。あれ、やめてくんない、マジで。デジタルフォトフレームやたらさ、進めてくるじゃん。俺以外全員マイデジタルフォトフレーム持ってんだよ。俺言うわけ。そんなの絶対付き合わないじゃんって。いやいや、これいいんだよ、つって。みんな騙されるわけよ。あれ、マジでいらないじゃん。ほんとやめてほしいわ。知らない奴ら騙してさ、そういう金儲けすんの。デジタルフォトフレームを、ほんとにやめてほしいわ。あんなのさ、普通に買ったらさ、1万円しねえのにさ、月が変わってような、借りるようなものじゃねえじゃん。なんなら4000円くらいで買えんじゃねえの？デジタルフォトフレームって。で、返さずに。俺はちなみに、デジタルフォトフレームも持ってたから。いやいや、いらないっすって。言えるけどさ、もうすぐ騙されるんだもん。あれはほんと悪質だよ。じゃあ、ソフトバンクのデジタルフォトフレームじゃなくて、俺写真昔撮るの好きだったから、普通に買ったやつね。買ったやつね。あれは持ってるけど、そのレンタルで、なんていうのかな。借りるようなものじゃないじゃん。わい、ドコモショップ店員高見の現物、あれなんなの、ほんとに。そういうふうにちょっとやや上から、行けみたいな。でもさ、あれなんだろうな。もう自分がさ、当たり前のように、なんていうのか、やってるものってさ、しかも何人も対応してるからさ、そんなことも知らないんですかっていうふうに思っちゃうんだろうね。でもすごい悪しき習慣というか、そんなことも知らないんですかっていうふうに思っちゃうんだろうな。知らねえよ、バカって思いながら、本当に腹立ったわ。上からの方がハイハイ言わせやすいんだろう。いや、なんかそんなのはさ、日本の和の心から反するというか。でもたまーにすっごいさ、丁寧な人とかいるじゃん。いや、お客様は、こうこうこうですよ、みたいなさ。やっぱ、
最終的な結論を俺は出したんだけど、やっぱ本当美人は得だなっていう結論に達したんだよね。多分あいつが俺ブスだったからイライラしてるだけで、美人だったら、まあ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 って思ってたんだろうな。そう、あとね、俺ね、謝んなきゃいけないことがあって、あの画面割れたって言ってたじゃん。画面割れてなくて強化ガラスが割れてただけだったわ。この場を借りて全面的に謝罪をさせていただきます、総理。ソフトバンクの店員さん、申し訳ありませんでした。強化ガラスが割れてただけでした。それにずーっと気づきませんでした。強化ガラスが割れるってどういうことだよ。